笑顔で地域の安全を呼びかけました。警察の服を着させていただくこともないので、すごくもう緊張してますね。リオデジャネイロオリンピックレスリング女子金メダリストの登坂絵莉さんが今日、東京大田区の蒲田署で一日署長を務めました。登坂さんは商店街でパレードを行ったり、防犯グッズを配ったりするなど、地域の安全を呼びかけました。